よし。はい、というわけでこんばんは皆さん、今回もね夜巡るシリーズでお送りしようかなと思います。今日も非常に寒いです。風もねちょっと強いですね。今日はね湯ヶ山に来てます。湯ヶ山、こっち側行こうか。天地教教会本部があったところです。ちょっとさっきより見れるようになりました。今日はねあの湯ヶ山のとある有名スポットに来てます。まあ、湯ヶ山といえばねあの水子の霊の供養とか厄、まあ、払いとか、まあなんかそういう神社で、まあ、この辺では有名なんですけど、まあ、その下にねまたさらに有名なスポットがあるんですよね。もうここ見たら分かる人は分かると思うんですけども、この先にねお札の家っていうのがあるんですよね。でこれはどういうことかというと、お札を貼ってる施設があるみたいな、なんかそういうエリアなんですよね。でそのお札は何なのかというと、この先ほど見たあの天地教の関係の施設でお札が残ってると、あると。もう今完全にね廃墟なんですけども、結構ね岡山県では1位に争うぐらいの心霊スポット的な感じで、YouTube とかね SNS に上がってます。なんかちゃんとした道がねないですね。なんかもう結構危ないですね。やべ、歩道がないな。だいぶ地形が変わってる。こういうのなかったんですけど、いやーな空気が流れてます。
ここがあの天地教の施設です。もう今はね完全に廃墟になってるんですけど、ここを訪れる、人々が多いと、若者中心ね、まあ、今日は入らないですけども、こっち側にもねあの祠があります。まあ、この辺がかなり宗教的にも盛んだったのかな。中はねガランとしてて、だいぶ朽ち果ててます。何度か通ったことあるんですけども、昼間もねどんよりした空気が、流れております。中はこんな感じです。よく見る、撮影したりする廃墟と全く同じような感じで、もう中がねガランとしてます。で以前は多分こんな感じじゃなかったんですけど、だいぶね入り口がえぐれてきてます。でこの先なんですけども、まあ、特に何もないんですよね、まあ、ただここがむちゃくちゃやばいということで皆さん訪れてるんですけど、あましいい雰囲気ではないですね。この辺もね竹林が多いので、ちょっと風で竹が擦れる音が、またこれが不気味なんですよね。で思ったのがですね、ちょっとね前回来たより入り口がね工事されているので、開発されるのかな。なんか前なかったんですけども、ちょっとこの下に降りていきましょう。体育館ですね。学校。ようこそ。浦北小学校。
ここにお墓が。あとこの石碑もなんか意味がありそうな。あんましい雰囲気じゃない。稚児の池の由来、昔京の都は夜になると恐ろしい大気が現れて人々に害を加えました。吉備で吉備のこの 小島に流したと。ちょっとよくわからないですけど、なんか最初のとこ戻ってきました、はい、いかがだったでしょうか。ちょっとヒヤヒヤしながら見た人もいるかもしれません。いやちょっと怖かったですね今日も。でまたあの目の前にある電話ボックスがまた恐怖感を出してるんですよね。まあねこれ今後多分ねあの納骨堂と同じようにああいうのもねどんどんなくなっていくと思うんですよね。なんかそんな気がするんですよね。先ほどの工事中というか歩道がなくてだいぶ削られてたような感じで、あの場所ももしかしたら変わっていくのかもしれません。というわけで皆さん今日もありがとうございました。ねえなんかめちゃめちゃ寒いですけども、まあなんかいろんな意味で、心も体もなんか寒くなったような感じです。まあでもちょっとねあの夜に行って、何も なく終わったのでちょっと気持ちはすっきりしたかなと思います。正直めちゃめちゃ怖かったです。はい、というわけで、また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。